Final Fantasy VII Rebirth is fast approaching, with February 29th release day speeding towards us like cloud riding a freshly tamed chocobo. So what better time to talk to two of the minds behind this sensational open world renovation? In a proper pinch us we're dreaming moment, we met with Rebirth's director, Naoki Hamaguchi, and Yoshinori Kitase, the legendary director of Final Fantasy VI, VII, VIII, and X, and now the producer of Final Fantasy VII Remake and Final Fantasy VII Rebirth. It's not every day you get to quiz a creator of some of the greatest games of all time. We talked about the inspirations, surprises for the fans, and whether they read online fan theories. But we kicked off by asking Kitase-san why he thought Final Fantasy VII still resonates after all this time. そうですね。まあ難しいんですけども、やっぱり一番は Final Fantasy VII シリーズ全体に言えるんですけど、やっぱり世界観と。まあ、キャラクターの魅力っていうのがあるんですね。で特にセブンに関してはそのキャラクターの魅力の部分においては何ですかね、全部は言えないんですけども、いわゆるこう RPG としてのこうキャラクターを育てて、バトルさせて育てて育成していくことによってこうキャラクターの愛着を持って、それで彼らのストーリーを最後までこう見届けるっていうのが、まあ、RPG のセオリーだったと思うんですけど、そのある意味セオリーに対してこう何だろうな、こう新しいこう概念をちょっと持ち込んだというか、そのいつまでもこう育ったキャラクターがこうなんですかね、キャラクターがこうストーリー上こう、悲劇に見舞われたりとかする展開はそれまでのこう RPG ではなかったので、まあ、それによってプレイヤーの方がよりこう感情移入が深くなったっていうのが Final Fantasy VII の、まあ、皆さんの印象に残っている理由の一つではないかなと思っています。And given that Kitase-san has been involved with the series for so long, is he ever able to step back and enjoy Final Fantasy VII as a fan? ああ、そうですね。そういった意味ではそのゲームデザイナーとしてのクリエイティブな現場としては、もちろん以前から比べて今回はもうちょっと離れていて、よりこうなんですかね、プロジェクト全体を見る立場として。今は働いているので、実際 の, ゲームが出来上がっていくところをこう常に毎日見ているわけじゃないので、比較的後半になって、まあ、ビルドが完成してプレイした時には結構プレイヤーに近い形で、見ることができるので、非常にこう今回のまさにファイナルファンタジー7リバースもプレイヤーに近い気持ちで非常に楽しめる作品になっていました。特に今回は2作目のリバースに関しては原作でもこうあったそのワールドマップっていう部分がこう一作目ではなかった要素としてワールドマップっていう部分が初めて遊べるようになるので、逆にプレイヤー視点に立ってみた時にどうあれがワールドマップが今作リメイクのプロジェクトの中では表現されるのかっていうのが一番こう注目のポイントであったので、それがねある意味プレイヤーの期待に応える、まあ、その期待を上回るような形で再現されたっていう部分では、それを確かめられたことは良かったことだと思っています。We then asked Hamaguchi-san how it felt going from a fan of the original Final Fantasy VII to sitting in the director's chair. Was it terrifying? まあ怖い、まあ、怖いっていうはまあ感覚はないんですけど、まあ、それこそ私もう20、22年ぐらいになるのかな、スクエアエニックスにこう入社して、まあ、この FF のファイナルファンタジーのフランチャイズをこう開発してきて、まあ、本当にそこでこういろいろ学んできて自分もこうまあ、成長してきたし、まあ、こういろんなこうなんだろうな、クリエイターとして非常にこういろんなものを吸収させてもらってきたので、そういう観点で今回そのまあこう初こうディレクターってこうなるのがこの FX7 をもう一回再創作するっていう。こう機会だっていうのは、まあ、ある意味でちょっとこう運命じみたものは感じましたね。逆にまあ FF ファイナルファンタジーで育ててきてもらって、かつまあ私自身がこうクリエイターになるきっかけを与えてくれたようなこうそういう大きいタイトルを、まあ、もう一回再創作するこう立場としてディレクションするっていうのは、まあ、まさにこう、まあ、運命というか、まあ、もう導かれたものを感じたので、まあ、ある意味こう気負いすぎずってわけではないけど、まあ、今まで自分自身が学んできたことというかこう蓄積されてきた自分の中のクリエイティブを、まあ、もうこう 100% 発揮しようって、まあ、そういう気持ちで挑みましたね。Of course, one of the most exciting things about these remakes is the way they shake up the original events. We asked about the motivations behind the changes and how they feel about those decisions going into the second game.
あのこの、まあ、リメイクプロジェクトをこう達成する上でこう、まあ、こうそれをこう、まあ、エンターテインメントの作品として捉えた時に達成しないといけないことはあの2つのポイントがあると、あの、まあ、常に我々考えています。で、まあ、1つ目はあの分かりやすく原作、まあ、20年以上こう前のこう技術で表現されたものっていうのを、まあ、今の時代にこう再表現してあげることでこうよりなんだろうな当時では描けなかったディテール部分っていうのがこう新たに表現できることでこう原作をプレイした時には気づけなかったものをなんか今新しくこうユーザーが気づくみたいなところをこう丁寧にしっかり作ってあげるっていうところがまずそこが一つあの重要なポイントだと思っています。まあ、例えばその前作のリメイクとかだと結構ユーザーからやっぱ驚かれたのが、まあ、スラム街からこうフリーカメラでこう上を見渡した時にあのミッドガルのプレートが見えるみたいなのはなんか別に原作から設定が変わってるわけではないんだけどあの原作でやっぱ気づけなくて今の表現技法だとユーザーが初めて体験できるみたいなああいったものをなんかこうこうユーザーがこう原作をしてなんかこう愛着があるというか、まあ、記憶にあるところがどんどんこう再表現してあげることで非常にユーザーあの原作をファンのユーザーにとっては非常に満足のいくタイトルになるとはあのそこはまず確信していました。ただエンターテインメントの作品で考えた時にそれは当然新しい発見があるんでそこに対しての驚きとか喜びっていうのはあるんだけどやっぱりストーリーラインが最初から最後まで全部一緒だっていうことがもう確定してしまうとそこでやっぱりユーザーとしてはなんか先がもう読めてしまうのでそういう意味でこうなんだろうなこうプレイを長期的にしている中でのなんかこう緊張感とか不安とかをユーザーが感じれないのでそこに対してはやっぱり原作から何か違う要素エッセンスを入れていくことでユーザー自身がその、まあね、原作自体がすごく有名なタイトルなのである意味でストーリーラインっていうのを多くの人が知っているっていうところを逆手に取ればあの逆に何かちょっと違う要素を入れることでユーザー自身がやっぱりあなんか先変わるのかなっていうふうにこうユーザーに感じさせながら、まあ、ドキドキこうワクワク不安も感じてもらいながらまあ、最終的にどう我々がそこの答えを出すのかっていうところをまあ楽しんでもらう方があの、まあ、今回のリメイクのプロジェクトとしてはあの確実にいいあの結末になるだろうっていうところで、まあ、そこ自体も本当に開発 の, そのこのプロジェクトの開始の当時からあの決まっていたことで、まあ、そこは我々クリエイターもあのブレずにあの実行しているという感じになります。 We then ask Katase-san about his involvement with the story changes.そうですね、まあ、浜口と近いところあるんですけどもやっぱその自分の体感としてすごく昔やったゲームとか懐かしいゲームが、まあ、移植されたりリメイクされたリメイクとか、まあ、あのリマスターされたりもしくはこうアーカイブで遊べるようになったりした時におすごい懐かしいな昔これ繰り返しちゃったなと思って懐かしさを持ってこう購入してプレイし始めるとしばらく1時間ぐらいしたらあこういうストーリーだったよねっていうふうにこうなんだろうなその確かめちゃうと確かめ終わっちゃうともうそこで飽きてしまうというかあの買う前まではすごくワクワクしてこれ最後までやるぞって思って買ったんだけど1時間ぐらいして確かめちゃうとあ、まあ、こういうゲームだったよねって終わってしまうんですね。だからやっぱり同じストーリーとか同じ体験過去にあった同じ体験それがいかに楽しかったとしてもそれと全く同じものをやっぱり今再現してもあのモチベーションは続かないんだなっていう経験があったので、うんまあ、そこに対してやっぱりその今回リメイクするにあたってもやっぱり同じ現象が起こるだろうなと思ったのでやはりその全く同じではなくこうなんか何か新しい要素があることによってこの先自分が知っている FF7 とは何か違うものが起こるんじゃないかっていう期待はやっぱり持たせた方がいいんじゃないかなと思いました。 Of course, a lot of these changes have inspired years of discussion and fan theories. Do the team follow those theories? And what do they make of them?あの僕個人としてはもうおっしゃる通りやっぱりそのある1作目が出てから次までやっぱりあの年単位のインターバルがあるのでその間やっぱりファンの方の中でまさにこうネット上で盛り上がってもらいたいっていう気持ちはありました。でもちろんストーリーが次どうなるかって考察してもらうのも非常にありがたいというかその非常に嬉しいことなのであのどんどんやっていただきたいんですけど僕自身はあの確かにあの正解がそこにあってしまうと困るのであんまり見ないようにしてますただすごくみんな細かくやっぱ見てて一つ一つのなんか細かい動作やなんか隅に映ってる何か含めて、うん、そこから何かこう、ね、ヒントを得て、ね、何かのコンピレーションとのなんかつながりをとかねそこはねすごいと思いますしあの
そういうのを意図してやってるところもあれば全く意図してないところを読み取ってくださるところもあるんで、うん、それはそれででもね、あのなんだろう、ある意味あのお祭りじゃないですけど、そういうのも含めて当たってる当たってるのも含めて、もしくはこう作者が意図していること以外のも含めてこう考察を深めるっていうのは決して悪いことじゃないと思うので、非常にこういいことだと思います。こうファイナルファンタジーのシリーズって、まあ、比較的やっぱナンバリングのタイトルだとこう、まあ、1本出したらそこでまたこう次のナンバリングこうを出したりするので、なかなかこうなんだろうな、ユーザーの反応を見つつ新たにこう積み上げていってゲームを拡張するっていうのが、あの比較的やりにくいこう開発をしているので、まあ、今回みたいなもうあの我々は3部作で作りますよっていう、でしかもその1本1本は非常に独立したあのトリプル A クラスのこうクオリティで制作しますってい う, こう環境になると、やっぱりこう1作目を出してそこに対してのユーザーの反応を見て、あのそこと、まあ、次作ろうとしているものの自分のこうビジョンとかがこう、まあ、世間的のこう流れというかこう価値観とこうずれてないかとかの答え合わせもしやすいし、まあ、なんならそこで出てたこう意見の方がなんかいいじゃんみたいなのがあればそこを採用することもあるし、まあ、そういう意味でなんだろうな、今までのこう FF フランチャイズの作り方とはやっぱちょっと違う感じがあって、よりお客さんとの双方向感の関係があるのは、あの、まあ、ある意味であの面白いというか、うん、あのそういうあの感覚はあります。 Finally, we couldn't leave without asking both Katase-san and Hamaguchi-san which trio of heroes they'd like to use in their party. 私はクラウドとユフィとエアリスの組み合わせを結構多く使ってます。僕はですね、クラウドとバレットエアリスが一番多いですよね。多分あれですよね、やっぱりあのクラウド近距離で、バレットが遠距離で、バレットは遠距離がやっぱ、うん、そうですね、でユフィは遠距離でもかつ近距離でもあるんで、あの臨機応変に行けるんで、多分そういう意味ではあの組み合わせは近い、はいはい、なるほどYou'll be able to try those trios for yourself when Final Fantasy VII Rebirth releases on PS5 on the 29th of February. Thank you to Naoki Hamaguchi and Yoshinori Katase for their time. Do let us know in the comments about your favorite Final Fantasy VII remake theories. Maybe the team will read them and you can impact the game too. Thanks for watching PlayStation Access, and make sure to subscribe for loads more on Final Fantasy VII Rebirth in the coming weeks. Bye for now! PlayStation.